いつも Amazon 出品サービスをご利用くださりありがとうございます。商品情報を正しく登録すると購入者に商品を見つけてもらいやすくなり、購入につながる可能性が高まります。本講座ではガイドラインについてご説明した概要編の続きとして、商品画像、ブランド名、商品の仕様及び商品説明について、修正が必要な商品の確認方法及び実際の登録方法をご説明します。それでは概要編で確認したガイドラインに沿って、実際のセラーセントラルの画面を使って商品情報を登録していきましょう。まずは修正が必要な商品を確認します。出品者様の商品に修正が必要かどうかを確認するには、こちらの2つの方法があります。まずは出品レポートから、出品情報品質と検索対象外商品レポートをダウンロードして確認する方法です。セラーセントラルにログインして、在庫メニューのプルダウンから出品レポートをクリックしてください。レポートの種類の選択のプルダウンリストから、出品情報品質と検索対象外商品レポートを選択して、レポートをリクエストボタンをクリックしてください。レポートの準備が完了すると、同じ画面のレポートステータスの確認とダウンロードの右端にダウンロードボタンが表示されますので、こちらをクリックしてください。ダウンロードしたファイルを Excel などの表計算ソフトウェアで開き、商品情報を見直すべき商品を確認しましょう。 D 列の項目名に修正が必要な商品情報が確認できます。続いて在庫管理から、検索対象外および出品情報の改善の商品リストを確認する方法についてご説明します。セラーセントラルにログインして、在庫メニューのプルダウンから在庫管理を選んでクリックしてください。アカウント名の下に並んだリンクから出品情報の改善をクリックします。出品情報の改善が必要な商品が一覧で表示されますので、フィルターから画像、ブランド名、商品説明などそれぞれ絞り込みたい項目を選択し、商品を絞り込みます。こちらに表示されている商品については、カテゴリー別の商品登録規約に沿って出品情報の見直しを行いましょう。では最後に、商品情報の追加・修正をする必要のある商品が分かったら実際に登録していきましょう。商品情報を登録するにはこちらの3つの方法があります。今回は商品画像、ブランド名、商品説明の登録方法をご説明しますので、それぞれについて実際のセラーセントラルの画面を使って確認していきましょう。商品画像を在庫ファイルで一括登録する場合には、画像ファイルの URL が必要です。事前に出品者様が利用されているウェブサーバーなどに画像をアップロードするなどして、商品画像の URL をご用意ください。画像をアップロードできるサーバーがなく、事前に画像 URL を用意できない場合には、これから3つ目にご紹介する方法のセラーセントラル在庫画面からの個別登録で商品画像を個別に登録することができます。はじめに在庫ファイルを使った一括登録の方法についてご説明します。まず在庫ファイルに登録したい商品情報を入力するため、セラーセントラルのヘルプページから在庫ファイルをダウンロードします。セラーセントラルの検索で在庫、ファイル、テンプレートなどと入力して検索をするか、こちらの URL でファイルのテンプレートのページを開き、在庫ファイルのテンプレート、在庫ファイル括弧マクロなしからテンプレートをダウンロードしてください。テンプレートはどのカテゴリーのものでもご使用いただけます。
在庫ファイルをダウンロードしたら、Excel で開き、情報を入力していきます。出品者 SKU 列には、商品情報を登録したい商品の商品 SKU 番号や管理番号を入力します。ブランド名、メーカー名、商品説明文、商品説明の箇条書きの列についても、該当する項目にそれぞれ該当する情報を入力してください。商品メイン画像 URL 列には、メインの商品画像の URL を入力します。商品のサブ画像がある場合には、商品のサブ画像 URL 列にも一緒に URL を入力してください。商品情報の入力が完了したら、アップデート・削除の列にパーシャルアップデートと入力をします。こちらを入力しないと、すでに入力している商品名・ブランド名と他の情報がすべて消えてしまうため、必ずプルダウンからパーシャルアップデートを選んでください。ここまでの入力が完了したら、完成した在庫ファイルを名前を付けて保存をします。タブ区切りのテキスト形式で保存をしてください。在庫ファイルをテキストファイルで保存したら、セラーセントラルからアップロードします。セラーセントラルにログインをして、在庫メニューのプルダウンからアップロードによる一括商品登録をクリックしてください。ページを開いたら、タブから在庫のアップロードによる一括商品登録をクリックします。アップロードするファイルの種類を選択からカテゴリー別在庫ファイルを選択します。ファイルを選択をクリックし、先ほど保存したテキストファイルを選択します。今すぐアップロードをクリックしてください。今すぐアップロードをクリックすると、ファイルの大きさに応じて数分から数時間で情報が反映されます。続いて、セラーセントラル在庫管理から一括登録をする方法についてご説明します。この方法では、ブランド名および商品説明の登録修正が行えます。セラーセントラルにログインをして、在庫メニューのプルダウンから在庫管理を選んでクリックしてください。アカウント名の下に並んだリンクから、出品情報の改善または検索対象外のリンクをクリックします。キーワードボックスのすぐ下にあるフィルター欄から更新したい項目を選択します。ここでは商品説明の箇条書きの変更方法についてご説明します。登録したい項目を選ぶと、商品情報を入力するための赤枠の修正ボックスが表示されます。こちらから個別で登録いただくことも可能ですが、複数商品に同じ値を一括で入力したい場合、該当商品にチェックを入れて、チェックを入れた件数の商品情報を改善をクリックすると、複数商品に同じ情報を一括で登録することができます。最後に、在庫画面からの個別登録方法についてご説明します。セラーセントラルにログインをして、在庫メニューのプルダウンから在庫管理を選んでクリックしてください。商品情報の登録や変更したい商品を選び、詳細の編集をクリックし、編集画面を開きます。メイン画像を登録するには画像のタブを、ブランド名を登録するには重要情報のタブを、商品の仕様及び商品説明を登録するには説明のタブをそれぞれ開いて設定してください。すべての入力が完了したら、保存をして終了をクリックします。以上で商品情報についての設定編は終わりです。ご理解いただけましたでしょうか。商品情報の講座には
商品カテゴリー編もございますので、そちらも合わせてご覧ください。